セージリングは比較的楽だったよな。たまにはこういうのがあってもいいよな。だけど後でドーンとしっぺ返し来るかもよ。しっぺ返しってどんなんだよ。ルークのお腹の腹筋に顔が現れるとか。アホか。わかんないじゃん。ルークが生まれた技術ってあの大佐が作ったものだろ。よせよ、変なこと言うなよ。どうする、お腹にディストの顔とか出てきたら。それはマジきついな。そうなったらあなたとは一生口を聞かないと思います。なあ、ジェードとディストってどんな因縁があったんだ。ただの幼馴染にしては。ピオニー陛下とは割と仲良さそうなのにね。ネビリム先生絡みなのか。なんか言った？なんでもないよ。バルフォア博士じゃ。あれならうまくいくかもしれん。ってことは正気は中和できるんだな。いえ、中和ではなく隔離するんです。どういうことだ。外郭大地とクリフォトの間にはディバイディングラインという力場が存在します。そうですね、ティア。ええ、セフィロトツリーによる浮力の発生地帯です。その浮力で外郭大地は浮いています。正確にはディバイディングラインの浮力が星の引力との均衡を生み、外郭大地は浮いているんじゃな。外郭大地が降下するということは引力との均衡が崩れるということ。降下が始まるとディバイディングラインは下方向への圧力を生む。それが膜になって正気を覆い、大地の下、つまり地殻に押し戻します。でもそれだと正気は消えないよな。正気が地殻で発生しているなら、クリフォトに正気が溢れるのはセフィロトが開いているからです。外郭の降下後、パッセージリングを全停止すれば。セフィロトが閉じて正気は外に出てこなくなる。地殻の振動は停止しているから、液状化していた大地は急速に固まり始めていますわ。だからセフィロトを閉じても大陸は飲み込まれないのですね。すっげえじゃんそれ。これを思いついたのが物理学専門のわしではなくあんた。そうは言っても専門家に検証してもらわなければ確証は得られませんでした。これであとはロニール切断のセフィロトをどうにかするだけだね。出発の前に宿で少し休んでいきませんか。ならその間にティアはもう一度ここで薬を処方してもらえよ。そうね、時間がかかると思うから先に休んでいて。じゃあ明日宿の前で待ち合わせな。全部の問題が解決されそうだけど、やっぱティアの体が心配だよ。そうだな、
彼女のことだから今も結構無理してるんじゃないかな。心配ですの。本当はもう無理はさせたくないんだけど。彼女にそんなこと言ったら怒られちまうだろうな。ミュウ。パッセージリングの作業が終わったらティアの体を完全に治す方法を探そう。ああ、そうしよう。研究所の人の話だとホニミンの採取隊と港の方へ出て行ったらしい。スピノザを訪ねてきたアッシュも一緒に行ったそうですわ。アッシュまで？どうなってるんだ？それと彼女の部屋にこれが置いてありました。これは？ワイオン峡窟で採れる鉱石です。ってことはティアはワイオン峡窟に何かをしに行ったってことか。そういうことだ。どうする？追いかける。当たり前だろ。よし、行こう。ティアのやつ、一体どうしたんだ？アッシュも一緒に行ったそうですわね。そういえば、メジオラ高原以来、彼女何か考え込んでたな。そうですわね。リグレットに会ってから、少し上の空の時がありましたわね。それにしてもティアとアッシュが向かったですか。ワイオン峡窟に何があるって言うんだ。今までの彼女を見てるとこういう衝動的な行動を取るときはいつも。あ、バン先生か。急いだ方が良さそうですね。バン総長は通せとおっしゃっていた。彼らに。了解。どういうことだ。言葉の通りだ。ティアたちを探しているのだろう。ここは見逃してやるから先へ進むがいい。すんなり通してくれるとはね。バン総長閣下のご意思を尊重したまでだ。どうせお前たちはロニール雪山へ向かうのだろう。ティアたちが心配ですわ。急ぎましょう。オラクルはこんなところにいたんだね。引き上げるところみたいでしたが。必要なものを持ち去って別のところに行くみたいだな。追っかけた方がいいんじゃない？いえ、今はティアが心配です。リグレットの話だとバンと奥にいるようですし。ああ、急ごう。
こはあの時。アッシュ。どうした、ナタリア。いいえ、何でもありませんわ。大丈夫か。お前、案外ドジだよな。お、どうした。いえ、何でもありません。ありがとう、ルーク。いや、別にいいけどよ。さあ、急ぎますわよ。力の差が歴然だな。アッシュ、お前も。兄さん、このまま続ければ兄さんの体だって正気でボロボロになってしまうのよ。それは些細なことだ。私は人類がユリアのスコアから解放され生き…先生たちはこんなところで何を。こいつらはベルケンドを放棄して新しいホミクリーの研究場所へ移動するつもりなんだよ。先生、どうしてレプリカ世界にこだわるんだ。フォミクリーは大量のセブンスフォニムを消費する。この星全体をレプリカ化するには世界中のセブンスフォニムをかき集めても足りませんよ。こいつは近くの莫大なセブンスフォニムを俺らを利用するつもりなんだ。近くの振動が激しくなればプラネットストームが強まり、セブンスフォニムの供給量も増す。お前たちはそれを止めてしまったが。近くの静止を嫌がったのか。フォミクリーは不完全です。しくじればすぐに消滅するようなレプリカが誕生する。それはセブンスフォニムがレプリカから乖離するために起きる現象だ。乖離を止めればレプリカは消えん。無理です。そもそもフォニムは同じ属性同士で引き合う。セブンスフォニムも同じだ。物質から乖離してプラネットストームへ戻っていく。セブンスフォニムの集合体であるローレライを消滅させるのよ。すると余剰セブンスフォニムが消える。引き合うセブンスフォニムがないから乖離しないってことか。スコアはセブンスフォニムがなければ読めない。世界からスコアは消え、レプリカも消滅しなくなる。兄さんはそのためにルークを利用するつもりなのよ。これは出来損ないでは無理だ。アッシュでなければな。総長閣下、資料の積み込みが完了しました。私にはお前が必要だ。兄さん、待って。お前とは戦いたくはなかった。残念だよ。
召してやりか。行くぞ、逃がすか。無茶ですわ。やっぱりいなくなっていやがる。どこへ行きますの。俺には時間がない。僕たちも一度町へ戻りましょう。ええ、ここならシェリダンが近いですね。あの子も連れて行ってほしいですの。そっか、ここ誰も来なくなっちゃうんだ。わかった、連れて行こう。ティア、訳を聞かせてくれ。ごめんなさい。私の体に正気が蓄積されているなら、パッセージリングを使っていた兄さんも同じだ。それで心配になったのか。心配？そうね、そうだったのかもしれない。リグレット教官がワイオン教窟の鉱石を落としたのを見て、私を呼んでいると思った。だからもう一度だけ一人で兄さんを説得してみようと思った。やっぱり兄弟なんだな。でもそれももうおしまい。いつも思っていたわ、兄さんがこんな馬鹿げたことをやめてくれないかって。でももう私と兄さんは進むべき道をたがえてしまったのよ。いいのか、ダン先生と戦うことになっても。忘れたの？私はそのために外郭へ来たのよ。もう迷わないわ。そこまで言うならいいでしょう。では次のパッセージリングへ向かいましょうか。次ってロニール雪山でしょ。おっかない魔物がたくさんいるっていう。リグレットたちもそこで待ち伏せているのでしょうね。教官、危険な場所ですが、そこには確かにパッセージリングがあります。ティアもいいな。ええ、もちろんよ。よし、それならロニール雪山へ向かおう。できれば一度ケテルブルクで休息を取りませんか。ネフリーに最近のロニール雪山について聞いておきましょう。わかった。やっぱティアってば首席総長と戦うのためらいがあったんだね。仕方ないよ、たった一人の肉親なんだから。そうだな、ためらわない方がおかしい。肉親と戦うなんて私にはできないな。本当だよな、ティア、相当辛い決断だったと思うよ。第一硬化作業を行うことで命を削って、バン先生やリグレットと戦うことで心を削ってるんだな。彼女には辛いことばかりをさせてしまいます。それでもやめることもできないんだ。オールドラントに生きる人々のために。ルーク、ロニール雪山に行こう。そこで六人将とも決着をつける。